鶏が口にしたものの8割はその卵の成分やから、うん、例えば A4 サイズに2羽詰め込まれてストレス溜めて、で化学飼料と、うん、なんならヨードラン光言うたってあの濃い黄身言うけど、あれは着色の何番の何号の着色料が入ってるわけですよ、うん、でそんなものを食べたって生まれた卵の中にはそういう着色料での化学飼料が8割は含まれてる、うん、だから体に健康な卵を食べようと思ったら、まずは地鶏ですわね、うん、地べたを這わせ、走らせるという、走らせてストレスをためない中で、いわゆるナチュラルな、うん、その飼料を与えて、そんなもんで何羽飼えますのって話ですわね、うん、そうするとそこにかかるコストを考えた時に、あと僕が知ってる卵で一番高いのは1個1000円、1パック1万円の卵。